頑丈な人であっても、ストレスが溜まりすぎたら病気になりますね。はい、おはようございます。さすがメンタルクリニックの委員長、増田ゆうすです。本日は、社会問題とメンタルヘルスというテーマで、まあ今どんな問題がですね、臨床では増えてるのか、どういう社会問題が背景にあるから、こういうことが臨床で増えているのかということを、ちょっとお話ししようかなと思います。で、 あの、まあ、生物、難しい言葉を使うとですね、生物心理社会モデルっていうんですけれども、精神疾患っていうのは、遺伝子、つまりもともと持ってる遺伝子、生物学的な問題から、 え病気にななるわけじゃいいよととうことですね本人の心理的な問題や心理葛藤もあるだろうし、えー、そもそも背景にある社会的な問題家族の問題とか会社の問題とかもうちょっと大きいね社会全体の問題とかそういうものを加味して精神疾患を発症するよということなんですよ。これは生,あの生物心理社会モデルっていうんですけれどもこれはね、あのー、他の病気とは違うんですよね。まあ、例えば、ね、肺がん 胃がんとかだったらね、もともと生まれつきなわけだし、ね、あの、胃がんになりやすい人とかいるけれど、まあ、ピロリ菌っていうのがね、えー、井戸水とかを飲んでいて、その地域にピロリ菌がいて、えー、ピロリ菌がお腹の中にあったから、胃がんになったっていうことであれば、まあ、社会モデルっぽいっちゃっぽいし、えタバコをね、よく宣伝されていて、タバコを吸ってた。で、周りの人もタバコを吸ってるんで、 えー、肺がんになっちゃったっていうとまあそういうんだったらねまあちょっと関係するというけども、まあ、あの精神科ほどこう心理社会的な影響は受けないっていうのがまあ身体疾患の特徴であり精神科の場合はですね生物学的な問題だけじゃなくてやっぱりここの問題も解決していかなきゃいけないよということになります。 はい、であのーまあ、病気ってどうやって発症するかっていうとですね、まあ、何かトラブルがあってストレスがたまってでストレスに強い人弱い人がいますよねで体質にもよるんだけれども、まあえー、どんな体質の人でも頑丈な人であってもストレスがたまりすぎたら病気にはなりますね、えー、こういうでも体がもともと弱い人とか病気になりやすい人だと、えー、小さなストレスでも病気になっちゃうとでも何か原因があってストレスとか体質の問題 ある体質に対してストレスが多すぎると病気になっちゃうと。で、病気になり方もいろいろありますね。うつ病を発症することもあれば、えー、統合失調症や、えぇ、ー、相性障害を発症することもあるし、逆にうつとかにならずに依存症の方に逃げていく、えー、自分を逃がしちゃう。 うん、そこを逃げ道にしてしまってアルコール依存ギャンブル依存みたいなことになることも珍しくないですねはい、えー、まあこういう感じで精神科をやっているとで精神科の治療っていうのはじゃあどうしたらいいのかっていうと例えば病気の症状に対しての薬物治療だったり行動療法だったりするしますねまあ基本的にはうつだったら薬を使いましょうでストレスとかたが溜まっているので休んだ方がいいですね休息が必要ですよとで、えー、元々の どうしてこのトラブルが起きてるのかっていうことをパワハラがあるんだったらパワハラの問題を解決するとか転職するとかね、えーえー、そういうことなんですけれども、えー、長時間残業が続いていて、えー、心身の疲労状態が続きうつになってしまったんだったら残業そのものをどうするか考えるってことになりますが。 えー、でも、ここのトラブルって結構、一個だけじゃなかったり、たくさんいろんな問題を抱えてたりしますよね。例えば、その、えー、長時間残業した結果、夫婦仲が悪くなって離婚の危機である。そして、えー、子供も夫婦、夫婦の仲が悪いから子供も、えー、ストレスを感じて不登校気味だと。不登校だから、なんか親あの夫婦の喧嘩も増えている。でもともと、じゃ自分にも奥さんにも虐待の影響があったとかね。えー、そういうことを考えていくと、結構不、 たくさん問題が絡み合ってのがわかるんですけどもまあでもこのトラブルを一個一個解決していくっていうことが治療となっていきますだからあの今のうつだからこの薬を出したらこれで OK ってわけじゃなくてやはり、えー、ここのねトラブルを一緒に考えていくっていうのも精神科の治療ということになりますねだから精神療法っていうと何か話を聞くとか認知行動療法をすればいいっていうこと、えー、に思われがちですけど。 まずはここですからね、<laughs> まずは。あのただ、なかなか簡単には解決できないわけですよね。えー、夫婦の問題があるから、じゃあ、えー、話を聞いていって、整理ができた後に、でもなかなか決心がつかないなっていうことになれば、認知行動療法を使って問題解決能力を高めていこうとか。えー にそもそもね、認知の歪みがあるから夫婦の問題が多いんであれば、じゃあまず夫婦の問題のことは置いておいて、えっ、ー、と、ちょっとね、あなたはネガティブ思考とかね、白黒思考を変えていきましょうってことになるんですけども、でもやっぱりね、何が今問題かというのをきちんと把握することは大事だし、そもそも、あのー、そのね、なんか、まあ、そもそもこっちからですよね。 と思います、ね、あのそのなんか歪んでるから病気になったとかなんか患者さんって過度に自己卑下してそして治療者は過度に自分の学んできたとここととかを重視しすぎてなんかこう患者さんを弱いステレオタイプなもの教科書的な教科書に載ってるようなあの弱者に落とし込めてそのそれをなんか その、そのパッケージで治療してしまいたいっていう、まあ潜在的な欲望というか無意識の欲望があったりするんですけども、いやそうじゃなくて、やっぱりちゃんとその人その人の問題をしっかり考える。だけど、その人の問題かと思いきや、実は社会の問題だったということも結構あります。はい。長いね。<laughs> で、この社会の問題をちょっと考えたいなと思って、今日は動画に撮ってるんですけど、で、だから、まあ僕はよく言いますけど、社会っていうのがあった時に、 まあ社会という歴史とか文化の影響を受けるわけけですよね歴史の影響を受けて社会今の社会があってでこの今後社会っていうのは新しい技術、まあ、今だと IT や AI ですけども新しい技術に引っ張られる形で社会の構造っていうのは変化していくんですよねそういう歴史観を僕は持ってますで、えー、とまあ結構現代的なまあ割とメジャーな歴史観ですけどもで社会の影響を会社は受けて 社会の影響を家庭も受けるとでここの会社の影響と家族の影響を個人というのは受ける。だから自分たちっていうのは何かなんか自分で何か物事を考えているようで僕らは何も自分で考えてなくて意外とこういう影響のもとになんかえ泣いたっていうことありますよね。あと生物学的体質的な影響も僕らは受けて今の自分っていう形があるんですけどもまあ あのこのこ社会問題というね今日は一緒に考えていけたらなと思いますはいここですねはいでですねじゃあ臨床出てくる社会問題って何か無限にありそうじゃないですか無限にありそうなんだけれども、えー、もちろんですね無限にはなくて、えー、無限にはないんですよねだからまああのちょっと えー、書いてみますね例えばあの社会問題として簡単に言うとですねまあうん僕はですねこのまとめてみると,と,と SNS っていうものが持っている妬みとかそういうものとお金っていうものが持っている資本主義っていうもののこの2つの両輪がですねまあ 結構現代を動かしてるなというふうに、えー、思っています。でお金がどんどんですね格差が生まれてお金の問題お金を重視するからだんだん格差が生まれてきていますよね。で格差の影響で貧困も増えてると。だ貧困が増えてるから鬱が増えてるとかね。あの そういうことがありますね。で、貧困で、いわゆる僕らみたいなエッセンシャルワーカー。この多忙の問題っていうのがやっぱありますよね。貧困で多忙がある。だから多忙だから、えー、この子供の教育とか育児、育児に時間を割けない。 育児が負担だと。で、育児が負担だからこそ、こう、いじめの問題が出たりとか、えー、少子化の問題が出たりとか、えー、逆に子供に世話をさせる、ヤングケアラーの問題。まあ、ありますよね、と。 でお,金の問題お金をいっぱい稼ぎたいから稼いでほしいからっていう会社社会の圧力によって核家族化が進んでるのでまあそれだけじゃないんですけどね核家族の問題があるから、まあ、ヤングケアラーとかね育児の問題も起きてるとうんあとはですね まあ、ここも格差から関係するんですけれども、まあ、ブルシットジョブ、つまらない仕事。だから、エッセンシャルワーカーは、まあ、忙しいけど、やる気、やりがいがあるじゃないか、とか。医師とかね、看護師さんとか、やりがいがあるじゃないか。だけど、普通のホワイトワーカーとか、か、おっきい大企業のね、事務所、事務の仕事。 管理職ってなんかすごくつまらないことさせられてるんじゃないかっていうみたいな意見もありますよね。だから例えば金融とか、えー、めちゃくちゃ賢い人たちが集まって戦ってるんですけども、それって何のためにやるのっていう感じで、そうやって誰かの役に立ってるのかってつまらなくなって感じてる。つまらないからこそ、こう、つまらないからこそ、 じゃあ逆にお金を稼ぎたいとか SNS で人気になりたいっていうふうになってるんじゃないかみたいな意見もありますよね。つまらないかこらこそこう苦しくなっちゃう、鬱になっちゃうっていうのもありますね。うん。あとはこういう社会全体の変化として女性の社会進出の問題もあってですね。だから今までは女性の ある種迫害してきた部分もあるわけで、まあ、女性の社会進出があったよとで女性の社会進出をする上でまあ家族になっていくとかですね女性を社会進出しやすいですからねこれが共働きになっていくで共働きだから、えー、お金を稼ぐために共働きになって共働きだから えまたね、えー、こう育児とかのエネルギーが割けないで育児のエネルギーが割けないからまたいじめが起きるとかこの親子問題が起きちゃうとかねえでここにお金が絡むから生産業の問題生,生の生産業の問題があったりとか、えー、そしてそこに近いところに性的な虐待の問題も起きちゃうと。 これは隠れ、これはまあ最近見えてきたものですよね。可視化されてきたというか。うん。で、この競争が激しいがゆえに、まあ育児とも似てますけど、今度は引きこもりの問題もあったりね。うん でここが激しいがゆえに最近は発達障害の問題が注目されている。だから仕事が過熱化していく中で働けない人が出てきているとかね。で、SNS の、これも気づかれてなかったの、LGBTQ の問題とかね。うん。で、この SNS の影響で、まあ、 安楽死の問題とか、加熱してるっちゃ加熱してるんですけど、悪い加熱の仕方もあるだろうし、誹謗中傷の問題もあるし。でもこの誹謗中傷はこう、格差の影響もありますしね。うん。で、この SNS とお金は AI によってさらに加速するっていうね。いうのが、まあ、 あるなぁと、まあ、ここら辺の話っていうのは結構臨床でもよく出てきてこういうものが背景にあるからうつが増えてるとか他の病気が増えてるってことはありますね。うん、だから sns とお金のこうま 羨ましいという感情があるがゆえに美容整形をしたいと。美容整形をしたいからお金がない、美容整形してお金がないから生産業に行くと。生産業の方に行くからそのうち病んじゃうとかですね。で、稼いがなきゃとか。もともとそういうところの、なんかある種の、なんていうのかな、攻撃性とか暴力性っていうものが、 夫婦仲を悪化させるとか性的虐待の問題を生んでいるとか性的加害の問題を生んでいるとかねだから女性のが社会進出する上で、えー、こういうものが妨げになっているというかね、うん、だから普通に彼らの権利を認めていこうっていう歴史の解放だったものがここに絡むことによって じゃあ社会に出てもらう、女性の自由を獲得するのだったら、どうせだって働いてもらおうよみたいな形で、働いてくれたらいいよねみたいな形で、結果的にこっちが出てくることによって、今まで女性を犠牲にすることで、ある種、育児を、とかのね、問題が、まあ隠れてたというか、あ、育児の自由が違いますね。ある種押し付けられていたものが、まあ、 えー、っていうのもねあると。で少子化が起きてるからこそお金がまたなくなるとね、うん、稼げなくなるとまあこういうのは結構あのよく臨床のテーマですねだからここの部分とここの部分ですよね女,女性ないし LGBTQ もそうですけどこう今までその見えてこなかった人たちの人生の問題発達障害もしっかりでここのぐるぐる回す問題とか格差ここの何のために生きんのかとかでこういうことでこじらせると 何のその物質的な幸せではなくてこう精神的な幸せを追いかけるべきなんだけれどもここのここのサイクルがあまりにも強すぎて物質的なところに行っちゃう。でそういう中でそのは、えー、なんかこういうね問題が出てきたりとかしてこの教育っていうもの育児教育 何のために生きるのかっていうところがすごくないがしろにされちゃってるっていうのがまあ今起きているだからなんかそれでそれでなんか自分が巻き込まれちゃうとか自分が悩んじゃうってこともあればそれに悩んだ人が結局その攻撃性を自分に向けるんではなくて他者に向けることによってで他者である誰かが傷つくで傷ついた人が精神科に来るというパターンもあるということですねうんなんか 難しいでんか、ね、<laughs> 今日そんなまとまった話はしないですけどなんかだらだらとちょっと喋っちゃいましたね。はい、えー、ということです。まあ何かこう何て言うかな、まあ、全体を見るっていうことはとても大事なので定期的に僕はこうやっていろいろ頭の中整理したりしてますけどまあ、整理しきれてないですけどでもまあこういう視点も大事なのでちょっと皆さんと共有しました。 はいえー、ということで今回社会問題とメンタルヘルスというテーマでお話し,しました、えーまあ、今日の宿題はですねあのどういう社会問題がこ,うこれから起きるのかとか今起きてるのかってことを話してもらうと面白いかなと思います、まあ、格差の問題とかもねだから全部結局つながってるんですよね本当に、えー、そういうのが分かれば面白いかなと思いますしあのいろんなニュースとかにも興味が持てると思いますのでね、はい とということでしたでは以上でこの動画があります。えー、もしこの動画を見ておいと思ってくれた方はグッドボタンを押し、チャンネル登録、あと下の方よろしくお願いします。ではまた。